さあ、というわけでね、先ほどランチ食い終えてめちゃめちゃね、美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、はい、次はですね、時間帯狙って海に来たんですけどね、昨日よりちょっと厳しそうですね。今日上がるっていう予報だったんですよね。やっぱりね、リーフブレイクとかこういう島はね、当てるのがかなり難しいので、ほんとカズマプロみたいなね、案内してくれる方がおらんと、もう一生ね、ご飯食うだけの旅になってしまいますね。まあ本当、まあ観光だけでも楽しいとこですけどね、はい、まあでもちょっとサーフィンしながら観光したいですね。そうですね、まあ1ラウンドは絶対したいですね。うん、もうちょっと待てば、うん、昨日のとこ行ったらいいかもしれない、ね、そうですね。あっ、人はいるんですよね。このロケーション見てください、すごくないですかこれ。こんな感じで行ってきます。今日は天気も良くていい感じですね。危ない危ない。ほとんどどうですか、景色、ロケーションはすごくないですか。いや最高、そこが撮ってほしいぐらいなんだよね、はい、あのなんか暇があってすごく考えられてんだよね。いや結構ね、もうサーファーの方が多いんで、すごいよこれロケーション。この時間帯からね、準備してる方が多い感じでね。ローカルの人たちが紐とかね、はい、だからこっちの結構釣りとかでも有名で。あ、そういうこと。そのここのフラッグの人たちが釣ったりとか、だからあそこ3台止めれるところは、はい、地元の人のために開けてるんです。あ、だから、はい、だから看板があるんだ。そうです、だから止めないようにだけ。あ、そういうのもね、分かんないからカズマとかに聞いてね、はいはい、こっちはもう、まあ、ガイドつけて入った方が一番いいです。 なるほどね、はい、送信と分かんなくて、もうそういう悪気がなくても分かんなかったら変なものになっちゃうからね、はいはい、でみんな優しい人だからね。優しいですね。だからできるだけ自分たちからそういうことはガイドさんに聞いた方がいいね。そうです。だってこういうこともしてくれてさ、はい、これ前来た時さ、カズマ、はい、雨降っとって俺ツルツルでこれ持って死にかけたもんこれ雨降るとめっちゃ怖いじゃん。めっちゃ滑ります。逆に雨降ったらこっち左側触った方がいい。あ、なるほど、はい、でこれだってさ、削って階段みたいにしとんじゃないのこれ。そうです、もうあれ昔の人たちが。え、昔からサーフィン、じゃあここでやっとったっていうことなのかな。いや、釣りか。釣りとかが盛んなんで。なるほどね。下来るとこんな感じでね、これロケーションめっちゃいいですよ。また違った感じで。これロケーションすごくないですか。やばすぎるな、綺麗やな。社長、そこ社長のために歩きやすくするために階段に僕は削っておきました。今も膝おかしくなりそうだった。僕は削ったんですよ、あれ。社長のために。結構大変でしたね。大変だった、ウィーンってやって。さっきから僕いなかった、汗だくじゃないですか。これロケーション、これは何、波でこうえぐれるんでしょ。これ昔、大昔から、ね、自然の力、ね、自然の力はすごいですよ。じゃあ行ってきてください。今日は上から撮ります。社長も今日もビッグアップ決めてくださいよ。はい、頑張ります。ボトムターン頑張ります。はい、これはね、景色がいいし水も綺麗っていうことで、で風もね一番ないんだよね、カズマくん今日ね。だから下手したら良くなってくる可能性もあるよね。またね、手前がこうやってリーフだから怖いんですよね、ゆっくり下見ながらね。あの途切った石とかあると怪我して、昨日僕手首をねインサイドでちょっとやっちゃったんですよね。まあ慣れるまでは怖いので、最初はやっぱりリーフブーツがいいのかもしれませんね。お、1本目カズマ、あ、いいの乗りましょう。あ、2発決めて最後しっかり、わーっと社長行きましたね。ボトムターンからわー、リッピングと漕いでライト方面張ってくるのかな。これ張ってきたな、フローターで抜けてから次のセクションがない。 あるか、あーっと前に、あ、出た、出ましたね。今の良かったんじゃないですか、バリエーションあって。はい、行きます。1本目ライト方面に向かって、こっから張ってスピードつけて、ワンタン。なんかね、もうちょっと潮が乗ってくればエア波来るってカズマ選手言ってましたね。なんかそんな感じですよね、張ってくる感があるのでいけるんじゃないでしょうかね。と社長行きました。こっからボトムからリッピングかましてますね。
行きましたよ。スピードつけてまたエア狙ってんのかな。あーっとカーブだ。で、いやスピードはね速かったですね。カズマ選手これポンとそこで上がってきたとこで行く。なんかねもう昨日も海入って下の岩の色でここで割れるとか分かってんですよね。多分道行きで変わると思うんですけど、あのサンゴみたいになっててサンゴがない岩の場面があって透き通って水が綺麗だから見えるんですよ。この上におると割れるとかそういう感じでリーフブレイクっていうのはワンピークで割れるので、もうすごくねこっから割れるやつがずっといけるとか、あそれは割れないとか、うねりの向きとかうねりの形でね割れるかどうかが分かってんですよ。あこれいけますよって、これ絶対これいけんやろっていうのがポンと前で膨らんで割れるんですよ。でそれでね超ロングライドできたり、うわゆっくりバーっとくるこれいいわっていうやつはちょうどねそこの場所で消えるんですよね。そういうのの見極めもねやっぱりリーフブレイクっていうのは違うんだなと思いました。とカズマ選手今日10月ね11日なんですけどめっちゃ暑いです。海パンタッパー、海パン裸でもいけます。海でだいたい海水浴してる人もいますから、やっぱりね全然違いますね沖縄は。多分宮崎だったら海パンで入れるのも無理でしょ。多分シーガルとかなのかな。僕はロングジョンしか持ってきてなかったんですけど、ちょっと暑かったけど、まあでもロングジョンはいけます。逆にね下がリーフで怖いので膝とか当たるとやっぱりロングジョンの方がねインサイドが膝ついちゃった時に安全なのでね、まあ僕はロングジョンがいいかなと思いましたね。あー行きました勝間選手。スピードつけてやいけるな。あーセクションあるのか。おっと周り、あっと前にもうちょっとでしたね。まあねもうなんせこうそこまで暑くないような気でいて水を用意するのが忘れたということでこれ熱中症になりますから、くれぐれまだねどうだろう10月いっぱいぐらいまでは水を持ってね来た方がいいのかなと思う。あんまりねそう涼しいでしょって舐めてかかるとやっぱ暑い時は暑いみたいで、僕なんか今日正直途中でアイスコーヒー買って普通に絶対夏だったらね水を買って持ってくるのを忘れちゃいまして、今ねなんかだるいなっていうぐらい絶対水分は取った方がいいですね。まあ沖縄はアサイーだったりあとおしゃれなカフェと美味しいカフェが多いのでね、あとケーキっていうか焼いたようなケーキっていうかなんていうのかな、小さいこうショートケーキじゃないようなケーキ、あとクッキーみたいなやつが美味しいの多いのでやっぱり海外文化が入ってんのでしょうね。でコーヒーもねやっぱりちょっと沖縄のコーヒーは好きですね。ちょっと酸っぱくなく酸っぱい系のコーヒーじゃないんですよ。酸味が強すぎない、いやこっちの方が僕はまず酸味の強いコーヒーもあるのかもしれませんけど、なんか今回いろんなとこでコーヒー飲んでますけどちょっと苦味のある感じのコーヒーが多くて僕は好きですね沖縄のコーヒーは。アイスコーヒーも酸っぱすぎるアイスコーヒーどこにもないですね。めちゃめちゃカフェは美味しいですねどこ行っても。はい行きました。ワンターンしてスピードつける、つけれないか。張ってこないやつもあるんですよね。でもほぼワンピークなので昨日も僕が入ってカレントで流されちゃってそのワンピークの場所にキープするのが結構疲れるんですよね。昨日はもうどうだろう沖の方を見て左に流れるのでずっと右にこい出てキープで看板を目印にしてこの前におろうと、ここで割れると、で下がその石が色がちょっと青くなったとこ緑になったとこの上にいようとねずっとこい出ましたね。あーすごく左側にこいでからレフトに一発ワン、さすがですね。これ行きますね。ライト方面に立ってからここでちょっと惚れてくるカーブ入れてもう一回惚れてくるのかで、ワンヒット、ワンヒットができない後半行きましたね。レフトをワンターンしっかり入った、ツーターン前に入る。いや今のツーターンいいですね。
スピードつけてワン、あひねって、あ次のセクションがここでもう一回張ってくるのか、来ない、はい行きました、降りろボトム、なかなかやっぱ難しいですね、張ってこない、トップがね崩れちゃうんですよね、奥のこれちょっとうねりから追っています、あこれがポンとここで来る、レギュラー方面スピードつけてセクションでエア、おっと決めましたね、いいんじゃないでしょうか、でカズマも社長行きました、ボトムターンからレフトワンターン入れた社長、おーウェイやってますね、ワンターン入りました、ワンターンでも入ると嬉しいですよね、やっぱり最高じゃないですか、もうずっとねもうターンできなくても1本できるともう気分が晴れますからね、カズマとね一緒に入ってガイドさんを頼むとね一緒に入ってくれて、この辺で待ってくださいとか、もっと右ですとか、こっちからこっちにねあのうねりが来るのでこっからこれ行けますよとか教えてくれるので、もうすごくなんかバリでガイドさんと似てますよね、もうそういう乗る内まで教えてくれて一緒に入ってくれるので、ただの道案内じゃないんですよね、ということでね、もうやっぱりね楽しむためにはガイドさんがいるのかなって、まあ僕はねバリでそれを思ったんですけど、沖縄もやっぱりそうでしたね、島なのでやっぱりね北側南側とかね日本海側太平洋側とかね風によって西も東もあるんですけど、どっかの向きが風が合うとこがあるので、そこに連れてってもらって、やっぱ特殊なポイントだったら気をつけたことがいいこと、あと車の置く場所とか、あとピークでもやっぱりローカルさん優先の場所があったりね、まあ、そういうのも教えてもらえればね、悪気がないのに無理に行っちゃったりすることもなくなるので、多分全員ね悪気ってないと思うんですよね、でその辺を教えてもらえばすごくうまくねサーフィンが楽しめるんじゃないかなって今回もつくづく思いましたね、スピードつけて、あここで張ってきて、あタイミング合わせてパワーゾーンにエア、はい行きましたよ、あ張ってこない、上がってきました、やっぱりインサイドがね怖いんですよ、でも入った時よりは満ちてますのでパドルで近くまでは来れると思うんですよね、深くなればパドルで来れますから、やっぱりこう入るときはまだ引いてるとき、引き気味から満ちてくるときに入って、上がる頃にはかなり満ちてきたら、まあ、今日はでも5時ぐらいが一番良くなるみたいですけど、まだ4時になる、まだもうちょっとね上げて方がいいのかもしれないですけど、今日はねレンタカー返して飛行機っていうことでそろそろね上がるってことで上がってきたと思います、おっとターン2ターン、後ろからもう一発同じとこから割れてレフト方面に割れる、ワンターンしてここで思いっきりワンヒット前に、あ出れない、あ行きましたよ、スピードつけてワンターン、大きいターン決めて、あうねりが少し上がってきたぞ、これどうなのか、この波ライト方面スピードつけてワンターン、ここでここでさエアポジションあるの、あーっといいんじゃないですか、スリーターン行きましたよ、スピードあーっとワンターンヒットして、ここでスピードつけてセクションがあるのか、ツーターンまだいける、あカズマスピードつけて、あーっとセクションがないかな、なんか波はね若干上がってきた気するんですけど、まだヨレはあるんですよね、これで風がピタッとね合えば、まあうねりはねちっちゃくても形はいいのが来ると思うんですよね、カズマ選手わー張ってきたぞ、ここであるのかな、セクション狙ってまたエア行く、あーちょっと今日決まんないな、タイミング合ってないですね、あ行きましたよ、ここでポーンと上がってくるんですよね、でパワーゾーンにストールしても合わす、あ上がってくるのかな、行きました、スピードつけてセクションでわーカーブして、あーセクションないか、
行きます。ワンターン、わーっと大きいターンから、はい、行きます。ワンターンしてツーターン、スリーターン入るか、前に出ると、上がってきますね。これでこんな感じでね、こっからがね、ちょっとあの歩いていくのゆっくりなんですよ。下がね、なんていうかな、リーフで砂利じゃないんですよね。沖縄はサンゴみたいになってるのでチクチクしてね、途切ったところあるのしっかり見ながら行って、そのああいう風に波が来ると怖いんですよね。ずるっとね動いて、で膝なんかつこうもんだったら切れちゃうので、もうこの辺はバリと似てますね。お疲れ様でした。お疲れ様。いや結構ね、今回一番いい感じにサーフィンできましたね。いい練習できましたね。もうずっとなんか波乱波だったけど、今日はちょっとポンと張ってくるからセクションあったじゃないですか。そう、しかもローカルスポットにね、カズナプロのおかげで本当に社長と3人で入って、最後の方なんか2人でね、乗りたい波乗れたっていう感じで、いや本当にこんな機会ね、サーフィンちょっとない少ないし、本当にカズナプロに感謝ですね。しかもさ、波の後ろからずっと来るんじゃなくて、すぐ後ろからポンと湧き出るんですよね。そうそう、あのタイミングはさ、やっぱりちょっと難しそうにも見えたけど、いい形と同じとこに割れるからね。マシンウェーブのように楽しかった。マシンウェーブみたいな。そうですね、なんかスパンスパンできたり、まあ、途中で終わる波もありましたけど、なんか全体的に今回一番楽しかったなと思いましたね。ナイスセッションでした。まあ、よかったんじゃないですか。サーフボードはね、チョイスミスでちょっと長い板持ってきてしまってね、波でかいと思ったから、まあ、それはちょっと一番の失敗ですね。はい、お来ましたよ、カズマくん。カズマさん、お疲れ様です。お疲れ様です。レフト結構いいターン決めてましたね。重いっすからだから。レギュラーがなんかさ、いまいち得意なエアーがタイミングが合ってなかったんじゃないですか。全然合ってなかったっす。まあでも最初からね、カット飛びでね、あのスピードつけてすごかったですけどね。さすがですね。社長もレフトビッグハックかましてましたね。みんなで拍手しとったんじゃないですか。素晴らしかったです。まあそうやってみんなでさ、こういいライディング一本でもできて、アウトで叩いてくれると楽しいですね。サーフィンは本来のサーフィンですよね。もうなんかいろいろ今回さ、3日間というかカズマにお世話になって思ったけど、慣れてきたらっていうか、このやり方知っとったら、ガイドでレンタカー借りずに、はい、僕としては空港まで迎えに行ってもらうのが一番いいような気が。そうですね、だってレンタカー代もったいなくない。はい、使わないもん。はい、どっちみち一緒に来るって。そうで、ご飯も連れてってくれたりさ、いろんなあれでしょ、オプションじゃないけど、はい、最初に話し合えばいろんなことできると思うので、今回はつくづくね、僕らちょっとレンタカー借りちゃったけど、ほぼ無駄になってるから。初心者でしたね。そうだって帰りだってあれでしょ、空港に降ろしてくれるんでしょ。そうです。最初に決めて日程さえあれば、はい、そうすればね、繁華街だって連れてってくれるし、オプションっていうか話し合いだよね、時間帯を。だからそれはね、思った。レンタカーも今安くないから。そうです、ね、あと運転してくれるから酒も飲めるんですよね。はい、そこがいいなと。南国のビールね。オリオンビールでした。はい、オリオンビール。でオリオン T シャツ着て、はい、最高じゃないですか。沖縄来たらもう間違いなくカズマを見たくって。そうですね。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。結構崩れてる。そう、前半全然乗れずにどうするんだと思ったけど、途中からついちゃいで。そう、コツつかんないんじゃん。社長がね、いいの乗って。楽しかったですよ。あれで後ろから来る波狙うとダメだね。ポンと来るから、はい、それが張るんだよね。はい、それをまたカズマに教えてもらわんと難しいですね。まあそんな感じでね。はい。かなり今回の沖縄旅楽しめたし、まだ次回はですね、撮影とかね、はい、サーフィンに来るときはまたカズさんにお願いしたいなと思います。次こそスウェルちょっと当てましょうか。ビッグデー、はい、行きたいですね。沖縄のチューブを。ちょっと沖縄のね、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。